メイドハンドヘブン、リノア&レノア編。メリークリスマス、双子メイドのリノア&レノアです。今日はクリスマススペシャルコースありがとうございます。私と僕がご主人様のサンタさんです。メリークリスマス、ご主人様。今日はご指名いただきありがとうございます。ご主人様、メイドデリバリーサービスメイドハンドヘブンから来ましたリノアとレノアだよ。クリスマスに呼んでくれてありがとう、ご主人様。ほら、お姉ちゃんもっと元気よく。頑張る。大丈夫だよ、ご主人様。お姉ちゃん、広報誌はめちゃくちゃ丁寧だから。リピート率半端ないんだよ。もう、レノはやめてよ。ごめんなさい、ご主人様。玄関で立ち話してしまって。では、お部屋の方に失礼させていただきますね。失礼しまーす。改めまして、今日はご指名いただきありがとうございました。最初に、当店のシステムの説明をさせていただきますね、ご主人様。私たち、メイドハンドヘブンは、リフレマッサージを中心としたご奉仕を行っています。いつもはスタンダードな、いわゆるメイド服でのご奉仕なのですが、クリスマスキャンペーン期間中ということで、今日は特別なサンタメイド服で失礼しております。この服かわいいよね。クリスマス期間しか着れないから、今日は思いっきりご奉仕するね、ご主人様。はい。もちろん、精一杯ご奉仕させていただきます。では、本日のご奉仕内容ですが、まず、ツインヘブンコース、ありがとうございます。しかもリノア&レノアペアを一緒に呼んでくれるなんて、ご主人様わかってる。自分で言うのもなんだけど、お姉ちゃんと僕、双子のコンビネーションはツインヘブンの中でも最高に気持ちいいって評判なんだよ。はい、ご好評いただいております。今日もご主人様に満足していただけるよう、頑張らせていただきます。本日、ご予約を受けたまわっているのは、耳かきとハンドマッサージ、そして裏オプション。全部ツインヘブンだよね、ご主人様。間違いありませんか、ご主人様。はい。はい、大丈夫、と。かしこまりました。一緒に楽しもうね、ご主人様。最初は耳かきスタンダードツインヘブンですね。頑張らせていただきます。さすがに耳かきは同時に両耳できないから、お姉ちゃんが右耳、僕は左耳って感じで交代するから。でも最後のこれはお楽しみで撮っておこうかな。そうね。お姉ちゃんの太もも、柔らかいでしょう。もう、気が散るからあっち行っててよ、レノア。そんなわけにはいかないよ、ご奉仕中なんだし。黙って見てるね、お姉ちゃんの耳かき。仕方ないか。気を取り直して頑張りますね。ご主人様、お首は大丈夫です？ええ、大丈夫。太ももが柔らか。って、もうご主人様まで。でも、気持ちいいとのことで。よかったです。では、始めさせていただきます。
失礼いたしますね。汚れてますね。まずは外側、カリカリしていきます。ご主人様、痛くは…ええ、はい、はい、気持ちいいですか。ありがとうございます。続けますね。よいしょっと…外側はすごく綺麗になりましたよ。次は耳の奥の方、お掃除していきますね。あ、痛かったりしたらすぐ行ってくださいね。ご主人様、すごく気持ちよさそうなお顔。お姉ちゃん、さすがだね。ご主人様に喜んでいただけているなら何よりです。もうちょっとで終わりますね。お、お姉ちゃんが集中してる。ごめんね、僕、静かにしてるから。Thank you.
番奥の方だけです。もう少しだけ続けますね、ご主人様。いかがです、ご主人様。かゆいところございませんか？はい、大丈夫ですか？ありがとうございます。では、そろそろと…うん、大丈夫かな？右のお耳はとっても綺麗になりました。どうしたの、レノア？お姉ちゃんが集中してたから、僕も集中して見てたら息をするのも忘れちゃってたよ。もう、そんなわけないでしょ。えへへ、バレたか。よし、左耳は僕が綺麗にするね、ご主人様。さあ、今度は僕の太ももへいらっしゃい。お姉ちゃんのに負けず劣らずの気持ちよさだよ。多分。レノはあんまりはしゃがないの。耳かき中は静かに集中して、ね。もちろん、早くご主人様を気持ちよくしたい。はあ、本当にわかってるのかしら。はい、ご主人様、ここに頭を置いて。わあ、あったかい。ほんとだ、くすぐったいね。うん、僕は大丈夫だよ。ご主人様は？うん、気持ちいいって知ってるよ。じゃあ始めていくね。もし痛かったりくすぐったかったりしたらすぐに教えてね。よし、じゃあ失礼しまーす。よいしょ、うん、おお、これはやりがいがある。じゃあ、カリカリしていくね。しょ。しょ。カリカリ。カリカリ。そろそろ大丈夫かな。シュッと。うん、入り口の方はそろそろよし、きれいっと。次は奥の方を掃除していくね。動かないでよ、動いたらブスッといっちゃうから。こら、レノは、そんなこと言わないの。
冗談だよ、ご主人様。ただ、動いたら危ないからね。それは本当だよ。じゃ、奥、行きまーす。ご主人様、力加減はどうかな？すっごくいい。嬉しいな。カリカリと。そんなこと言われたら、僕、張り切っちゃうからね。この引っかかってるの、よ、よし、取れた。あとは、と、こっちも。レノア、集中してるわね。お姉ちゃん、静かに。はいはい、ごめんなさい。よし。最後に、ここを…終わり。ご主人様、終わったよ。まあ、終わったと言っても、カリカリやるのが終わっただけなんだけどね。これから、耳かきでは取りきれなかった小さい汚れを取っていきますね。二人で、だよ。そう、ご主人様、体を起こして。お姉ちゃん、右側よろしく。失礼します、ご主人様。それではご主人様、これよりお耳をきれいにさせていただきますね。え、もうきれいになった。まだなんだな。これからがある意味、本番だよ。まず最初に。説明するより、あ、こら、レノア。こっちの方が早いって、ね。
ご主人様。もう、レノアったら。では私も。どう？ご主人様。ゾクゾクするでしょ？説明が前後しちゃいましたけど、まずは息を吹きかけていきますね。じゃあ次は。あ、また先走って。もう次はお耳を舐めてきれいにしますね。ご主人様の顔、トロトロになってきた。どうです、ご主人様。って聞くまでもないでしょうか。あれ？ご主人様。大きくなってるよ。こら、レノア。ハンドサービスは次にやらせていただくご奉仕ですよ。ご主人様、今しちゃっても大丈夫だよね。ご主人様、どういたしましょう。もしご主人様がこのままハンドサービスも一緒にということでしたら、私たちは喜んでご奉仕させていただきますが。どうする、ご主人様。で、即答でオッケーいただきました。あらら、ご主人様ったら。ではハンドサービスも開始させていただきますね。失礼しまーす。わあ、ご主人様、もうビンビンだね。ビンビンだなんて言葉、メイドが使うものじゃありませんよ。でも、すごく大きくて、たくましい。じゃ、もう溢れちゃってるカウパーをつけてと。シコ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 。私も失礼して。あ、お姉ちゃん変わって。僕、祈祷の部分を手のひらでいじる。これ、頭が真っ白になるくらい気持ちいいんだよ。気絶しないでね、ご主人様。あらら、レノアのいたずら心に火がついてしまったようで。私も負けないようにご主人様にご奉仕しますね。それ、くちゅくちゅ、うりくりしこ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 。お耳もまた失礼して。
グリグリ。ご主人様、どう？やばいでしょ？お姉ちゃんに竿をシコシコ上下に、そして僕に祈祷をグリグリされて、耳は二人にペロペロ舐められる。天国でしょ？お姉ちゃん、ラストスパート行っちゃおうか。ご主人様、激しくするから、お楽しみに。いつでもお好きな時に、射精なさってください、ご主人様。では、
精子ぴゅっぴゅして、ご主人様。それ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 。さあ、ご主人様。思いっきり。ご主人様。ご主人様。それ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 ご主人様に満足していただけたようで、私たちも幸せです。ねえご主人様、まだツインヘブン裏オプション残ってるんだよ。大丈夫？まあ、もし大丈夫じゃないって言っても僕たちが元気にしちゃうけど。その心配はしなくてよさそうよ、レノア。ご主人様の、まだまだ元気ですから。えへへ。ビクンビクン脈打ってる。真っ赤で、全然小さくならないや。では、ご主人様のおちんちん、きれいにさせていただきますね。あ、ずるいお姉ちゃん。僕も。じゃあ、一緒に。うん。ご主人様、綺麗になりました。でも、その、なんというか…全然小さくなってないよ、ご主人様。じゃあ、次お楽しみのツインブラオプ、行っちゃう？私たちも、楽しみです、ご主人様。ご主人様、おちんちん、ツンツン。うん、元気元気。というわけで、裏オプションやっちゃおう。ご主人様のたけったおちんちん、私たち二人で沈めさせていただきます。ご主人様、僕たちと一緒に天国行っちゃおう。私たちの中に入れてください、ご主人様。ご主人様、僕のここおまんこ、もうこんなに濡れてるんだよ。私ももう体が熱くなってしまって、明日のエメードで申し訳ありません、ご主人様。仕方ないよ、ご主人様が可愛いから。僕もう我慢できない。
ご主人様のキス、とろけそう。次は、ご主人様、私にもキスしてください。私も体のほてりが頭真っ白になりそう。レノア、どうする？先にご奉仕する？僕は後でいいよ。お姉ちゃん先にどうぞ。いいの？レノア。だって、お姉ちゃん、もう我慢できないでしょ？見てたらわかるもん。ありがとう、レノア。もう、おまんこが熱くて、切なくて。おちんちん、入れてください、ご主人様。このまま、生で、お願いします。入れてください、ご主人様。いきなり、そんな…
の？行っちゃうの？でも、ご主人様、もう行きそうな顔してるよ。我慢できないよ。我慢できないよ。って顔。だからなのかどうかわからないけど、お姉ちゃんの感じてる顔を見ると僕の体がジンジンして、自分がセックスしてるみたいに感じちゃうんだ。私も同じです。レノアの快感は私の快感。お姉ちゃんの快感は僕の快感。お得でしょ？ご主人様の私の中でピクンピクンってまだまだできちゃいそうですね。よかった。できないって言われたら僕泣いちゃうよ。じゃあ次はレノアのご奉仕で。ご主人様、そのまま横になってていいからね。やっとご主人様のチンチン入れてもらえる。じゃあ抜きますね、ご主人様。うわぁ、精子、
だらだら垂れてる。エロい。やばい。興奮しちゃうよ。ご主人様、私は指で、レノアと一緒に、私もまた、行かせてください。行くね。入れちゃうよ、ご主人様。私のうまんこも、ご主人様の精子と、私の愛液でトロトロのうまんこを、ぐちゃぐちゃにかき回してください。激しく慰めてください。Oh.
もう調子に乗らないの。でも本当に気持ちよかった。ご主人様、今日は呼んでくれてありがとうね。本当にありがとうございました。ご主人様と一緒になって私たちも幸せな気持ちになりました。しかしすいません、我を忘れてしまうほど乱れてしまいまして、恥ずかしい。まあ最後の方はリフレとか置いといて、これが僕たちのツインヘブンサービスなのです。またぜひご指名くださいね、ご主人様。絶対だよ、大の絶対。あ、そういえば私たちこんな衣装を着ているのに、それらしいこと何もしませんでしたね。すいません。じゃあ最後にお姉ちゃん一緒に。え、せーの、メリークリスマス、ご主人様。